写真拡大、静岡朝日テレビの広瀬朝智子アナウンサー31がニュースキャスターに初挑戦する。平日夕方のニュース番組とびっきり。静岡第2部午後6時15分7時のメインキャスターに起用され、4月1日から出演することが20日分かった。これまではバラエティや情報番組を担当。天然キャラと親しみやすさで静岡県脳天一人キアナになったが、短時間の県内定時ニュースでも原稿を巧みに読んでいたことが今回の異動につながった。文字通り心機一転の広瀬アナだが、これまでの経験を生かし、時には厳しく、時には柔らかくニュースをお伝えします。温かく見守っていただければ嬉しいです。ここから新たなキャリアを詰めるチャンスしっかり精進しますとコメント。コンビを組む石田は外和人アナは最初に聞いた時は少し驚きましたと言いつつ、その日のトップニュースを2人でどう伝えていくか注目してほしいですと呼びけた。同番組は2008年から11年連続で同時間帯の年間視聴率1位、ビデオリサーチ調べ出演番組の県外放送で全国区の人気がある広瀬アナの抜擢で、今後もトップの座を守るつもりだ。15年4月から4年間石田アナとキャスターを務めた赤間由美子アナは広瀬アナと交代する。